よし、じっくり可愛がってやる。レベルアップだ。よく耐え抜いた。いらっしゃいませ。買わないんだったらさっさと帰ってくださいね。はい、できました。大事に使ってくださいね。完成しましたよ。ほら、いい出来でしょう。
警戒を厳にしてくれ。了解だ。やったぞ。敵は病院を逃がさないで。行動開始。安心しろ、俺がついてる。おら！敵撃破！へえ、やるね。行きます。当たりませんよ。援護する。
やるぜ。撃破！味方がやられた。お前ら気をつけろ。おい、やるぜ。見つけたぜ。邪魔だ。おい、やるぜ。邪魔だ。敵撃破。助かった。拠点を奪われた。至急増援を来る。足止めされている。俺の出番だな。いたぞ。援護がなき。見つけたぜ。当たれ。行動開始する。伏せろって言ってんだろ。慌てる必要はない。そこだ。仕留めた。くそいいやつだったのに。料理の前に一仕事だ。いたぞ。みんな、ぶつかろ。当たれ。うまくいった。先生、
反省点もあるが、納得できる戦いだった。みんなどうだった？俺が隊長に押す男の士気は悪くないだろう。なんだか当たり前のように勝ちましたね。戦死者ゼロか。これだけ危なげなく勝ったのっていつ以来だ？ねえ隊長さん、いつもこんな感じで戦えるんですか？おい、みんなこの程度で認めていいのか？21、今の戦いで不満を感じた点があれば教えてくれないか？何？俺もまだ実戦経験は浅い。この程度の戦闘結果で満足する気は全くない。反省点は徹底的に検証して次の戦いでは修正したい。意見は遠慮なく言ってくれ。不満な点は反省はだな。やめとけよ。考え込まなきゃ出ないってバレバレじゃないか。俺は32ジュリオ・ロッソだ。セブンを隊長として認めるよ。今回みたいにしっかりやれるなら私も支持します。15エイミー・アップルです。よろしく隊長さん。セブンがグスルグさんより強いのか分かりませんけど、いい感じでした。24アニカ・オルコットです。戦いなら任せてください。56君はどうだ？俺はまだ信用するには早いと思う。56の言う通りだ。俺ももう少し慎重に判断したいところだな。21の考えはもっともだ。俺も一度の成功で全員から信頼されようとは思わない。56と21は保留ということでいい。ただ俺にもう一度指揮する機会を与えてくれるとありがたい。それくらいなら別に。いいぜ、今回は悪くなかったし、やる気もあるみたいだしな。あ、でも13と一緒に出撃するのだけは勘弁な。そうですね、まだ死ぬわけにはいかないですから。13がどうかしたのか？知らないんですか隊長。死神って正規軍では有名じゃないのかな。細かいことは13本人から聞いてくれよな。気になるが、まあいい。これでひとまず5人、残るは5、いや6人か。クルト、残りの5人を集めてきたぞ。では君たちのナンバーを教えてくれ。3、バーバーで悪かったね。ん？あ、俺はナンバーを聞いただけだが。おいおい、そこは美しいレディしか見えないと返すのが礼儀だぜ。レディ？言っている意味がわからないのだが。冗談も通じないとはつまらない男ね。教育が必要だわ。あなた幸せよ、私に育ててもらえるなんて。お次は俺だ。11華麗なるスパイ、ガリアのハヤブサとは俺の。待ちなさい、注目の分際で私より先に名乗るとはいい度胸ね。いやいや、ナイトはクイーンの前に立つものだぜ。今自分でスパイって言ったばかりじゃないの。おほっ、こうしてナイトはク
クイーンのために強くなっていくのか。何なんだ一体。私は23、いずれ大陸の頂点に立つ女。ダメな男は即教育よ。どういう意味だ。この隊にいる方にはいろいろありますから。僕は45、よろしく。いろいろね。そう、単純じゃない、まるで歴史のようにね。ちょっと、脇役は3行でまとめなさいよ。だそうですので、12とだけ申し上げて黙ろうかしら。これで全員だな。みんな前の戦闘の結果は知っているはずだ。彼の指揮で戦ってみないか。戦闘記録を見たが、なかなかじゃないか。試す価値はあるな。セブンにどの程度の教育が必要か、ダメ具合を見てあげてもいいわ。僕は体調が悪くて寝込んでいただけなので、今回はぜひ。私も最優先の研究が一区切りついたから別に問題ないわ。私は隊長はグスルグがいいと思うかね。まあ骨のあるところ見せてみな。一応戦闘参加の同意は得られたということでいいんだな。そうだな。前の5人も今度の戦果に注目している。抜かるなよ。分かっている。これより遊撃戦任務を開始する。今から話すことをよく聞。理解できたか。